どうもお疲れ様です。吉田さん、またねセルフバックの時代が終わって今ポイントサイトの時代になったと思いますので、ポイントサイトについてもね第一人者を自負する私がですねまた追加講義を提供させてもらいますので、その時はよろしくお願いします。ポイントサイトの場合はポイントサイトを紹介するっていうねアフィリエイトの仕事があって、紹介された方が何か活動して利益を出したら、紹介した人にそのコミッションがずっとね引き継がれるみたいな、ネットワークビジネスみたいな仕組みも入ってきて、リザヤで言うとねポイントサイトの方が大きいと思うんですよ。まあ物によってはね A8 ネットの方が大きかったりしますけども、基本的にはポイントサイトの方に企業の方も随分とね広告料を傾けてるみたいなんで、特にモッピーなんてね影響力がすごく強くなりましたんでね、モッピーの方に広告費を払ってもちゃんとペイできるって形でどん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 案件が入ってきてるみたいです。特に最近はね不動産のが多いんですよね。で年収5、600万以上の方しかダメなんですけども、年収5、600万の人ももうすでにモッピーとかポイントサイトはねやり始めているって現状があります。まあ、ですんで年収5、600万でもポイントサイトで副業しないとね、もしかしたらサラリーマンの方のお小遣いが足りなくなってきてるのかなって現状もありますね。はい、今回は以上でございます。ポイントサイトでお任せください。